幸先がいいというかね、この最終回というか、これから旅立つという感じじゃ、一番いい一時をですね、田原俊彦にもらったというとか、非常にですね、一時をもらえたというだけでもうなんか明るくなれそうっていうね、ハッとしてグーみたいな感じで、一番いいよ、そんな、なんだか。今日はですね、まあそういうわけで、スタジオの外は異様な盛り上がりを呈しておりまして、1時間前から、もう電話しまくるわ、細でな、なんていうんですかね、その個人的なね、今日はね、普段本当にスタッフでも本当に4、5人くらいいいぐらいです。今日は2、30人来てるという感じで、なんか異様な盛り上がりですが、もう自分のことばっかり売り込んでですね、僕のことなんか関係ないですね。唇を噛みしめて買いましたって言いながら、僕ですね、一人なんです。なんていう感じでですね、同じ女に二度電話した男がいるとか、それめちゃくちゃなことやっておりますが、というわけで異常な盛り上がり、それから、今日はですね、近々誕生日が訪れるというんで、チン思うに、いろんなものをたくさんいろんな人からいただきまして、本当にありがとうございました。まあ、こういうのもラジオやってる特権であるなと、ね。もらうものはもらってしまえ、わかんない。全然わかりませんが。まあ、とにかくです、最後だとかとかですね、それから、これからいろんなことが始まるとか、言うんで、大冗談に構えないですね。普通の感じで、普段と同じように個人買いをしながらですね、やっていきたいと思います。今日も本当にですね、適当な吉田拓郎のオールナイトニッポン。マーシを取れなんか全然わけのわからない女から電話があるとすぐ飛んでくるなめちゃくちゃなことを言ってますが池田富士雄、この番組は東芝 EMI ブルボン BVD 富士坊 CBS に森大学とかコーヒーキャニオンレコード東宝とはディスコ前と日本ヘラルド映画ビッグジョン KK ベストセラーズの協賛で日本放送キーステーションに全国29局ネットでお送りしますが今日はですねまあいろんな話をグダグダとやってみようと思います。爆弾発言があるんでね実は今日はですね本当にこれはお話しないとファンの方にしか話せないっていう、この番組は今日で降りることになりました。全然意味のないこと言おうとしておりますがそのたくさん来てます。後ほどハガキも紹介しますが今日の1曲目はジーンとくる唇をかみしめて「ほっといてくれんさい」「あんたと一緒に泣きとはありません」「どこへ行くんね」「何かええことあったんね」「死ぬ気になったら手紙でも出しんさいじゃ」
が呼び取るね。いつもとどまるのそれぞれの道なんよ。人が生きとるね、人がそこで生きとるね。小金井市の平田敦子、唇を噛みしめてを買いました。あ、これもうみんなあのね、一応触ってみましたかね。このいいですね、片面レコードってのは本当触るだけでも気持ちいいですが、ラジオであんなに聞いていたのに映画を見てもういないの。映画もね、ぜひとも見てください。とてもなかなか武田鉄矢オンリーですが、最近では面白い映画と娯楽映画としては上級に入ると私は思ってるんですが、映画を見ていないのに、ボリュームをいっぱいにして歌詞カードを見つめていましたら目の前がぼやけてきました。方言はなかなかいいですね。ふるさとを思い出させて、上京してきた2年前を思い出します。広島弁と岡山弁は似とるからなおさらなんじゃ。選ぶも選ばれんも風に任したんよ。人がおるんよね、人がそこにおるんよね。心にしみます。これからも陰ながら応援しています。頑張ってください。いつか拓郎のいる小説を書きます。はあ、待っててください。ぜひとも、いい役でお願いします。はい、コンサートを楽しみにしております。お元気で。今日はですね、唇を噛みしめて、割とまあそのなんていうんですか、今日の番組にはふさわしい曲なんですが、いろいろこのね、2、3年いろんなことがありまして、自分の中で内的な部分でいろんなことがあって、いろいろ結論を出さなきゃいかんという部分があってですね、そういう意味でこの唇を噛みしめて、単なる映画音楽というか刑事物語の主題歌ということではなくて、温めていたというか、歌わなきゃいかんテーマであるということで歌ったわけですが、今日はもう一曲ですね、出来たてのほやほやで後ほどおかけするんですが、この唇を噛みしめてのラインから、もし もう少し後ほどまたちょっと話しますが、こういう状態に僕がなったとしたらこういう曲を作るんだっていうですね、曲をですね、一曲かけます。でこれはあの出来たてのほやほや、昨夜、ミックスダウンし終わったばっかりで、とてもあのこれはですね、ある意味でそうだな、今ラジオ聞いてる人が中学生高校生が中心だとするとまだわからんかもしらんが、社会に出てなおかつ深夜放送を聞いてるっていう人がもしいたら、その人はいやーという感じでおそらく泣いてしまうかもしれません。後ほどこの曲もおかけしますが、さて、はがきを言います。函館市の浜谷照久、以前、岸田氏と文通がしたいとはがきを出して次の週全然読んでもらえなかったという男だそうですが、今日もですね、たくさん来ておりましたが、辰彦、元気でですね、みんなこれからも頑張ってください。ゲストに来てきた人、来てくれた人は、中村雅俊、草刈正雄、五十嵐純子、小室仁、森下愛子、武田香織、高中正義、沢田健二、釜安宏、南光節、榊原郁恵、甲斐義弘、矢沢永吉、チェリーズ、岡本治美、中島めぐみ、青山徹、武部秀明、島村英二、中西康晴、中尾美恵、オフコース、山田パンダ、そして婦人会員の人など、その他たくさん来ましたが、本当にこうやって見ると、結構来ておりますけども、人選してるな、人選してるなっていうか、嫌なやつは呼んでねえというか、あるいはですね、浅野さんがですね、番組が始まって、そうですね、1年弱の頃ですかね、拓郎さん、僕はですね、日本放送の中で、メリットのない浅野って言われて、浅野って言われてるんですよって言ってますけどもね、いろんなね、プロモーションマンっていうか、レコード、いろいろレコード会社の宣伝マンが、一曲かけてください来るんです。大体この番組っていうのはね、特に生番組は来ますが、たくさんでもですね、僕があんまりなんていうんですか、プロモーションに参加しないというか自分の曲はかけるけども、そういやフォーライフも大してね何もしませんでしたし、そういう意味でまあとにかくですね、プロモーションにあんまりお付き合いしないという形を取ってきましたんで、できるだけかけたい曲をかけるという感じになったので、普通ねディレクターというのはその辺でね、まあ、レコード会社のね宣伝マンから、金一封そんなことはないか。一曲かけたら何万円とかないの？そこまで言っちゃ悪いかな、最後の。それはないか。
現金取引とか一曲かけたらそういうのはないかもしれませんが、まあとにかくね、浅野さんはとにかく日本放送の中でメリットがないと、いろんな、なんていうんですか、そのレコード会社の宣伝マンがね投げていたという感じです。これから浅野さん、朝の番組でしっかりですねレコードからね一曲何万という感じでお願いしたいと思いますが、本当にね浅野さんかわいそうでしたですね、そういうわけでたくさんゲスト来ましたけども、まあそうですね、そういう意味ではたくさん今日はってね、俺が辞める理由で寂しい理由の一個に、あのオフコースが出れなくなると、こういうバカな発想してオフコースが心置きなく話さないと俺しかいないとラジオで、まあ、俺が辞めるとオフコースがあの素直に出てこないですねとか、矢沢永吉が出てくるのは俺しかないと、そういう理由でね辞めるなっていうね不純なりがありますか。川崎市の吉田光一、最終回の爆弾発言大予想クイズ、そんなそういうものありませんか、いろんなことが出てる、そんなことですね。その後新居、新しい家やレコーディング機材購入で金がなくなったため、ラジオで大々的に金を貸してくれと叫ぶ、怖い怖い怖い、言いたいよ俺は本当に。もう日本の税のね税法はどうなってるんですかね、本当にいくら持ってきゃ気が済むんだっていうね、いろいろ貢献してるのにねその国。それから埼玉県所沢市の、富樫ゆき、ある日とオフコースのファン、私はアルフィーがゲストに来た時しかハガキが書きませんでした、すみません、今度復帰すると信じてますが、もしした時は頑張って書こうと思ってます。ところで先週の爆弾発言とおっしゃっていましたが、私はいろいろ考えていました、きっとこれでしょう、アルフィーに入るアルフィーに入るぞ俺はっていうそういうの情けなくて、まあ、時代はアルフィーですから、アルフィー。千葉市の浅野武史からですね、この番組が始まってから浅野はバカだという強い印象が世間に広まって、僕は悲しく思っていましたが、番組が終わるということで僕たち、名字が浅野の人間も胸を張って街を歩けます。ちなみに一時は浅野は人殺しとも言われ石を投げられました浅野っていう名前、結構今日も浅野さんなんか電話してましたね、浅野なんとかちゃんって女の子にね、何でもあげるっていうからくださいなんて言ってましたでしょ、あなた、お金払うからとか、すぐお金で済まそうってことですが、福岡市博多の、井上浩二は、僕は今回のオールナイトを聞いて初めて拓郎さんの面白さを発見しファンになりましたそう、バカ者、今回終わるんだ俺はそういうですね、あがきしてました。それからこれ名前書いてませんが、豊島区の加瀬島、もう綺麗な名前ですね、加瀬島、あなたは昭和55年10月3日より昭和57年4月3日までの1年6ヶ月の間、オールナイトニッポンにおいて私たちにいろいろな意味で影響を与えてくれたことを感謝します。いいにつけ悪いにつけ、これほどリスナーに興味をそそった番組は他にないと思います。いいにつけ悪いにつけ、悪いにつけね、いろんなことを言ってきました。それからこの最終回にことを寄せてね、とんでもないハガキが来たんですが、小室仁志からですねこれには泣いたというね、ここまで遅れて本位というか番組を私物化するのも珍しい。吉田拓郎様、小室さんからのハガキが来ました。吉田拓郎様、花が咲きやがて散るなんとする昨今なぁ花が咲きやがて散るなんとする、咲いたら散るのが当たり前だ昨今、あなた様のオールナイトも今宵で終了とのこと、本当にお疲れ様でした。私も幾度かお邪魔し有意義な時を過ごさせていただいたのも今となっては懐かしい思い出です。本人いつも来るたびに俺は何しに来たんだって言ってましたが、ところで番組が終了という時、厚かましいお願いがあるのですが、先日アメリカから帰る時に飛行機で隣の席に座った女性の住所が書かれたノートを機内へ置き忘れてしまったのです。飛行機はそのまま成田経由でシンガポールへ飛び立ってしまいました。彼女とある約束をしたので困っています。その約束はあなた様が想像されるものではありません。万が一今日のオールナイトを聞いているかもしれません。彼女は宇野なんとかさんという人です。番組でちらっと呼びかけ FM 東京の音楽やわへ連絡こうすごい番組FM 東京の音楽やわへ連絡こうなどというのはやはり厚かましいお願いでしょうかって読んじゃってね、読むこと知ってるんだぜ。番組のこれからの発展とあなた様のこれからのますますのご活躍を祈ってペンを置きます失礼ですが、推進、彼女との約束というのは断じてあなたが想像するものではありません。それで
奥さん本当に違うんだから弱気にと、そういうわけでね、この小室さんと一緒になった、そのままシンガポール行ってしまったという宇野なんとかさん、もし聞いておりましたら FM 東京の音楽フェアへ連絡してください。小室さんと何の約束したんですかね。小室さんも結構ね、あれで膝の下の唇だ、結構大陰唇を噛み締めたみたいな感じがないでもないですからね。さて今日のニュースですけどもね、今日はニュースを見ておりましてですね、ガム島でね、ガム島、昭和47年ぐらいですかね、横井庄一さんが見つかったの、確か。そうですかね。ひょっとしたらまだ元日本兵が生存してるかもしれないというニュースが入ってきましてですね。で、洞窟があって、その古い形のね、温度計とか、様々な生活用品が発見されたという。で、そういうなんか生活用品なんかは、約1年ぐらい前まで誰かが使っていた、生活していた様子があるということらしいんですが、僕それを見ておりましてですね、まあ僕もなんかうがった見方をしすぎかなと思いましたが、このことをですね、どういうふうに受け止めるかと、まあ、この辺がやっぱ俺の鋭いところでね、話をちっちゃいこれぐらいのことをこんなに大きく持っていくというのは得意ですからね。針の穴のようなことをね、まるで豆腐のようにとは言わないか、こういう時なんて言うんだ、針の穴のようなこと豆腐っては言わない。俺がなんかこけると必ずね、不器用な大沢がこけるんですよね。これ最近気をつけたんですね。不器用な大沢ちゃんって言いますとね、本当に不器用ですから、ゴルフ芸の。僕らはこのことをどういうふうにこの受け止めるかと。で、例えばですね、旧日本兵がですね、まだ生存しているとしまして、生きてるとして、生活してるとして、ガム島で、どうして彼はですね、その彼は戦後もう何十年と経ってですね、今なったのに、そういう生活を送っていなきゃいかんのかと。で、なぜもっと早く出てこれないんだろうということをですね、よく考えよう。で、これは何かというと、これは教育の恐ろしさである。今日はメモってきましたが、いろんなことをですね、これは教育が悪いんだというふうに思うわけです。恐ろしさというふうに、教育の貧困と言いますとですね、で、つまりその戦争下においては、生きて日本の土を踏むこととかですね、それから破れて敗者として負けてね、生き返ることよりは死を選ぶことの方がお国のためであると、お国のためになるんだ、なんかそういうね、なんていうんですかね、まあ、上からのお上からの、お達しというか、いろんなことがあって、教育みたいなもんでしょう、まあ、ある種のがあって、そのことをまあね、国民は、なんていうんですかね、自然にそうなんだと思い込んでいる時代があったわけです、日本には。で、まあそういうなんかある意味でとんでもない愛国精神といいますか、そういうのがまかり通った時代が現実にこの日本という国にですね、あったというですね、事実があると。で、そのお国からそういう教えを受けた若者といいますか、それからそのあるいは日本国民は、誰もがね、そういうふうに信じて疑わなかっただろうと、当時は。で、そうなんか他のことをする術も知らなかっただろうと思うわけです。で、日本という国、僕前にも一回話しましたが、大橋巨泉が 11PM でやってて、とってもなんか僕はずっと見ていてですね、いい番組だと思ったんですが、日本という国が過去にどれぐらいのね、いろんな過ちを犯したかということを歴史が証明していない部分が日本には多すぎて、学校教育ではそのほとんどのことがですね、美化されしすぎてて、どっちかってやっぱり世界の中での日本というか、日本もですね、その GNP 世界何位とか、あるいはそのまあ高度発展を遂げた国の中では本当にね、急成長な国ですから、戦後何十年でこんだけ大きくなったわけですから、そういう立場でですね、世界の中での日本の立場をじっくり考えて、世界に対してもっとこう正直であるというかね、世界に対してもっと正直に生きる、正直であるというためにもね、やたらと大人がですね、若者とかそういう若い人にね、やたらとこの美化された歴史なんかを押しつけがましく教えるっていうのはこう間違ってると思うわけです。で、素直にね、この際ですけどね、素直にやっぱり日本のね、暗黒の過去っていうのをこうやっぱり認めてですね、それでそういう上に立って、さてこれからじゃあ我々はどうしようかっていうことをなんか考えるっていう、そういう教育がね、行われてしかるべきだと思うんですが、それがなされてないと思うわけです。一部のね、教育者たる方、そういう方をいらっしゃるかもしれませんが、あんまりそういうことやるとやっぱり上の方からですね、またクレームがつくという時代ですから、で、まあそういうふうにしないと世界の中で日本人だけね、どっちかっていうと、いわゆる卑怯者になるという気がするんです。で、その卑怯者もね、言葉だけの卑怯者じゃなくて、なんか本当の卑怯者になってしまうぞという気がして、それはなんか日本という国がどんどんいけなくなるという気がするわけです。で、大人たちはですね、やっぱり子供たちにもっと正直ではなきゃいかんと。で、そうでないとね、今の校内暴力とか、それから、家庭内暴力とか、そういうのがたくさん増えてますが、
それを大人たちがやっぱり子供たちにもっと正直でないと、大人がそういう大人がどんどん増える限りはですね、子供たちの方もやっぱり造反しまくる、絶対に。やっぱり大人クソくらえろみたいなところがですね、このまかり通るとか、そういうことになってしまうと。で、子供たちっていうのは、やっぱりこの今、情報過多の時代ですから、だから、あり余るいろんな情報をね、いろんなこのマスコミとかマスメディアの社会の中でね、もう嫌でもね、いろんな情報が入ってくるんです。日本が韓国に何やった、中国に何やったって、いろんなことやっぱり、テレビとかラジオとか、あるいは、いろんな雑誌、新聞なんかからですね、伝わってくるわけですから、その伝わる前にやっぱり大人たちがそのことをひたく隠すなと。やっぱり大人たちの方が先に口を開いてですね、いろんなことを話してしまうじゃないかっていう、そういう大人がやっぱり出てこなきゃダメだと思うんですが、これからやっぱり教育者たらんとするですね、若い人もいると思うんですが、ぜひともやっぱり何て言うんですかね、嘘をつかない大人にできるだけ正直な大人になってほしいと思ったりするわけです。そういうことがですね、やっぱりその大人たちもやっぱり正直になる、なったりするということが、やっぱり何て言うんですか、人間のね、本来の人間らしさというか、ね、そういう感じがするんです。子供たちにやっぱり嘘を、子供たちの方が大人に嘘をついても、大人たちは子供たちに先に嘘をつくなと、こういう気がするんですけども、今日はやっぱりその、小野田さんの、小野田さん、横井さんが、昭和47年頃だったと思うんですよね、あれは。当時のことをなんとなく思い出してしまって、ああ、やっぱり悲惨だと思ったりしてですね、戦争がとにかくいかんと。で、戦争の元ではですね、戦争下においては、どういう状態に置かれるかっていうのは、これは狂気だと思ってですね、やっぱりこれは怖いことだと思うわけです。香川亮の教訓1。命は一つ人生は一体だから、命を捨てないようにね、合わせついふらふらと、お国のためなのと言われるとね、青くなってしごみなさい、逃げなさい、隠れなさい、お国は俺たち死んだとて、もっとあくまで残りますよね、終わるだけ、命のスペアはありませんよ、青くなってしごみなさい、逃げなさい、隠れなさい、電報もいただきましてですね、このテルコエズコってのはなんだ、
なんとなくお病気クラブっていうニュアンスがないですかね。今日はラジオっ子も遊びに来てますが、ラジオっ子というか、ラジオっ子じゃないですね、ラジオ4人娘がですね、そういえば広島の加藤さんって5人でしたね。加藤さんを忘れちゃいかんよ、パンダパンダ、ダメだよ、個人がいそれてね、病気ですよ、本当に見渡せること言っちゃったりして聞いてねえだろうなさて、今度はですね、愛の歌これについて考えてみたい。今日はいろいろ考えてみよう。まあですね、僕のところへ取材に来る方は大体ね、ある種の思い入れを持ってくるわけです。つまり、今のいろんなその優しい歌っていうか、まあ優しい歌で優しさを歌うというか、愛を歌ってる人たちをですね、なんとかこけおろしてほしいと僕に。でそういうね、期待感を持ってインタビューに来る人が大体なんですね。このところもうこの 1,2 年そのことばっかりで、そのどこへ行ってインタビュー受けてもですね、疲れてしまって、そのことでなんか言わそうとしてるなと。んで酒飲まして酔わして言わせようっていうね。で俺がなんか言ったら、いや痛快痛快、それでいいんですみたいなことで、このことになんか疲れてしまって、このこともやっぱり良くねえなと思ってるんですが、さてその愛の歌ですね。でまあ彼らはやっぱりですね、常に言うのはやっぱとにかくその愛の歌が多すぎると、言います。で僕もね、確かにあの愛の歌っていうのはたくさん増えたんだなというふうに思ったりすることもあるわけですが、そこでですね、この間僕はある愛の歌を、ある愛の映画じゃありませんが、ある愛の歌だろうなとこの LP は思う LP をですね、2枚ですね、よりすぐりまして、自分なりにで聞いてみたんですが、ちょっとやっぱり頭を使わなきゃいかんと、俺たちはレコード聞くときに。ただ単にね、綺麗な声で歌ってるから愛の歌だとか、あるいはですね、そのやれ別れがどの子の歌ってるから愛の歌だって言うんじゃなくてですね、もうちょっと脳みそを磨かないかんと、どうせ聞くんだったらレコードで、ちょっとこう脳みそを活動させてしまう、見ようじゃないかってですね。そこでその例えばですね、その丸丸さんが歌っている愛の歌っていうのをじっくり分析するわけです。一回分析してみたんだ、自分なりに。そうするとね、これを冷静に分析するとですね、不思議とですね、やっぱ10曲ぐらい聞きますと、10曲聞くとですね、 A さんと B さんの曲を10曲聞きますと、本当の意味での愛の歌っていう、まあ、愛の歌っていうのは人個人がね、それぞれがやっぱり思い出が違うだろうから、その定義なんてのはないかもしれませんが、僕なりに考えるとやっぱ愛の歌ってないなと思ってですね、非常に不毛に満ちとると思って聞いたんですが、愛に満ちた歌っていうのはね、そうざらにあるもんじゃないと思いませんかね。僕なんかやっぱ愛に満ちた歌っていうのはそんなに世の中にざらにね、コロコロ転がってるわけはねえと思ったりするわけですが、でまあ10曲ぐらいこれは愛を歌ってると、今はとにかくね、誰それさんが好きだとかで一緒に泣いたとか悲しかった別れたとか、そういう歌ばっかり集めて聞いたんですが、それ10曲聞いたんだけど、どの曲もやっぱ愛の歌っていうふうには僕の中に、僕には伝わってこなかった。僕はやっぱ感性が鈍いのかもしれんが、とにかく僕のところには伝わってこなかったんですが、まあ皆無に近いと、ざらにあるっていうか皆無に近かったんですが、で愛っていうのはですね、このテーマとしては非常に大きいでしょう、大きいでしょう、どこのこと大きいでしょう、是正します、なんかわけのわからんことで言葉の遊びだけだな。大きいでしょ、愛っていうテーマはね、あまりにテーマが大きいですね。だからどんな歌でも作れるっていう反面ね、テーマは奥が深くて大変なんだっていうこともあると。それにするとね、そのテーマが大きい割にね、その詩を書いてる人の詩のね、なんつうんですかね、その作詞のまあテクニックとか能力、そういうのもいらんっていうこともあるかもしらんが、でも愛の歌ぐらいやっぱりなんかピシッと決めてほしいっていう感じがあるんですが、メッセージみたいなものだったらね、言いたいこと言っちまうっていうのもありますが、まあ愛の歌も一つのメッセージであることに変わりはありませんが、まあなんとなくね、その詩の能力っていうか、そういうのがね、非常に幼稚だ、表現力がめちゃくちゃ幼稚だなっていうふうに思ったんだね、僕はその時。それで非常になんかこう文学からの借り物、文学からものすごく借りてるなと、なんかどっかの小説読んでなんかここから引用したとかですね、そういうのすごい感じたんです。だからその、表現力が幼稚だなっていうことと、それから文学からいろんなことをこう借り物してるなっていう感じがあって、で愛っていうのはやっぱりその人類とかですね、いろんななんていうの、生命体のね、永遠のこの最大のテーマですから、もう永遠のね、いつまで追求してもこの果てることのない大きなテーマですから、例えばですね、この一瞬僕もパッとかん、まあ、雨の中で君を見かけてですね、で君が泣いていたと、雨の中で君を見かけて君が泣いていた、でなんか君はきっと悲しいことがあったんだろう、僕はつい君の肩に両手を回してしまったとか、こういうのはね、愛の歌って言うかっていうとね、こういうのは愛の歌とは本当は言わないんで、本当はね、本当に言わないんで、こういうのはなんか、こういう合わない歌でいいんだったら誰でも作れたっていうか、でむしろ逆にこういうんでいいんだったら、どっかの作詞家の大先生に書いてもらってですね、
もらった方がなんかテクニック的にすごい素晴らしいしね、うまくまとまっていくかいいんじゃないかとも思ったり、まあ極端な話ですがしたわけです。でまあ仮にもね、恥ずかしながらもですが、あの手名で詩を書いてですね、でまあ、なんていうんですかね、この自分が書いた詩によってみんなが感動すると、みんなが本当に吸い込まれていくような、雰囲気になってると、そういうその情景がその歌ってる人にもしあったね、自分で自覚症状あったら、あ、みんな俺の歌に感動したんだなと思ったらですね、その段階からもっと自分をもっと磨かないかんと思うわけですが、まあことニューミュージックという限りではですね、自分を一生懸命切磋琢磨、一生懸命こう磨いてるっていう人はね、あんまりね、詩の世界ですが、メロディーっていうのは僕はあまり感知せざるところですから、ですが詩はね、本当にこう研ぎ澄まされた鋭いなっていうのは、どんどん鋭くなるなみたいな感じっていうのは、そんなに自分を磨いてると思えない。でそこでやっぱり僕はこの先週も言いましたが、日本のロックとかフォークはね、革命ねえと、70年代初期に革命があったんですしね、自分たちで歌を作るんだという革命があったんです。これは先生に頼まなくてもいいんだと、自分で作るんだっていう革命があって、そのまま今に来てると思ってるわけですが、ただ欧米の場合は70年代頃ですね、あの10年間の間にフォークとかロックっていうのも、もうそのフォークロックの詩人たちはですね、みんなね、自分の体をね、もう災難ででもね、とにかくなんて言うんですか、麻薬漬けにしても LSD を使っても、先週 LSD の話で盛り上がりましたけどね、 LSD を使おうがね、もう麻薬詰めにしようがね、そうしてでも自分を追求するっていうね、というかそういうね、もう自分の追求にもう懸命だった時代があったんですよ。10年間、20年間、10年間、いや70年代だと思うんですが、まあ言葉の追求とか詩のイメージの追求とかですね、自分の追求っていうのに、そのためだったらもう麻薬だろうが LSD 何でも使うと、そういうその結果ね、欧米のロック革命ってのはいっぱいあったでしょ。この人が出てきてギター弾くことによって、そのギターのフレーズがコロッと変わると、音楽の流れがうわっと変わってしまう。あっちへ行きこっちへ行き、地味編が出てきたらギター変わるとかですね、ジェフ・ベックで出てきたら変わるとかですね、クラプトンできたら変わるとか、もうそういうね、革命が常にあって、それはやっぱり彼らが自分をですね、貪欲なぐらい自分を磨いてるっていう感じがするんですが、日本の場合どうもね、そういうなんていうんですかね、画期的な音楽革命っていうのは全然ね、感じないわけですね。もう自分も含めてですね、非常にいかんなと思うんです。でやっぱり今の日本ってのは相変わらず、先週も言いましたがコピーであるし、どうもやっぱりよろしくって言いながら、ガガチャガチャってゴランガチャ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 ラックンとあるだって言ってりゃいいのかっていうね、そんなあんた60年代50年代のあのアメリカのロックでしょ、ロックンロールでしょ、チャックベリーがやってるようなね、それを今みんなが今日本で流行ってるとしたらですよ、日本の音楽はじゃあアメリカの50年代に逆戻りするのかっていうと、うわー、それじゃあ70年代に一生懸命やったあの頃の、日本語のフォークとロック革命ってのはどこ行ってしまうんだっていうね、気がして非常に情けない感じがあるんですが、もう最近のね、日本の音楽のニューミュージックっていうこと、限って言えば詩の世界ではですね、まあ一部の人、非常に研ぎ澄まされたいい詩を書いてる人もいますが、大半がですね、言葉の分野でものすごく低下の一途というふうに僕は感じるんですが、これはもうミュージシャンがいけないと、自分にもっともっともっと厳しくなきゃいかんし、その金儲けなんてのはですね、いい作品を作ってはついてる、後からついてくるもんなんだから、もうなんていうんですかね、そういうことじゃなくて、営業じゃなくてね、もっとなんか創作制作のことにですね、もっとなんか一生懸命自分をこう、崖っぷちを追い込んでもいいから、もうそんなにもうマリファナ吸ってもいいからぐらいの気分でですね、なんかこうやってほしいと思うんですが、なんか健康有料児が詩を書いてるっていう気がしてしゃあないんですが、まあそれほど厳しく自分は追求してるんかな、みんなっていう感じで、さてもう一回彼らのレコードを聴いてみると面白い。だから一回やってみてください。彼らがですね、この人はまあ LP を 2,3 枚ね、なんていうの、借りてきててもいいですから、でこの人は本当に自分をいつもね追求してるのかなと思いながら、1枚目2枚目3枚目と聞いていくとですね、その結果は大体笑いますね、はっきり言って、いや本当に自分をね痛める、自分の体を痛めるとか精神を痛める、悩ますぐらい自分をね追求してる人はいないと思って しまうときっと思うんです。僕はやっぱり正直言ってなんか腹痛いぐらいやっぱ笑ってしまったんですね、その時に、あ、これ全然なんか自分を鍛えてないっていう気がして、でそうなると、そのレコードを聴いた人はね、あ、こんなんでレコードなってヒットするのは俺でもできるわと、こうなるわけでしょ。そうすると何、誰でもできるって、相変わらずこの音楽っていうのは。そうだったら全然、なんていうの、その音楽家であることの意味がないわけだから、そしたら何をね、なんていうんですかね、そんな偉そうなこと言ったりですね、あれしないで、バカにしてしまったと思うんですが、ところが言ってることは、ポーズは多くとね、なんだか嘘つけ、裏では何やってるか分かんないくせにね、ポーズは多いよ、まあ勝手なことばっかり言ってるくせにね、
あの人前では綺麗なことばっかり言ってね、綺麗な歌歌って調子に乗るんじゃねえって本当にね怒りましたけども、怒る反面笑いましたが、磨いてねえなと思って、さあやっぱ誰も誰が聞いたってね、あ俺だってできるだと思いますよ、あれ聞いたら。やっぱりそれほどやっぱ厳しく自分をね追求してるっていう姿勢、やっぱりレコードなんかやっぱり見えませんからね。でそれはやっぱりあの僕は人のこと言ってますが、自分もね、自分のことは、浜田省吾が、どっかの、インタビューで、吉田拓郎って人間は人のことを、ブロックと言いながら自分を正当化する人間だって、それはとんでもないと思うんですが、浜田省吾に行くかって俺をぶっ壊したと思うんですが、それは全然違う。そうじゃなくて、自分も含めて、俺も含めて、やっぱ自分をもっと追求しなきゃいかんと、ミュージシャンもっとですね、自分をなんか、ミュージシャンとして追求しなきゃいかんっていうところは、ミュージシャンじゃなくて、なんか営業マンとして自分を追求してるっていう感じが非常にあって、そのことは、後ほど自分も話しますが、僕もやっぱりですね、自分でいかんと思ってるわけです。ですから、もっと自分を磨くために、まあ、かっこいいが旅に出ると、もう一回自由になるんだという気分で今おるんですが、とにかくそういう部分でやっぱりですね、あの決して愛の歌なんかはですね、そんなに世の中にザラにね、コロコロ転がっておりません。で、愛の歌っていうのは優しさとかですね、思いやりとか、それからその別れとか、そういうことを 歌えばね、それが愛の歌なんだと、それは大間違いで、あの愛の歌っていうのはですね、人の生き方とかですね、その人が生きてるっていうことのその奥の奥を追求するっていうことが本当の意味での愛の歌じゃないかと思ったりするんですが、ジョン・レノンのイマジン。今日はディレクターの常庵が来てですね、すいません、フォーライフの曲一曲なんとかお願いできませんかって言うんですよね。条件がある、いけない子供を歌えとソロでいけない子供歌ったらかけてやる、全曲全部3番まで歌ったら2曲かけてやる、結局歌わないことになってしまって恥かくよ、これレコードかけない方がいいっていう珍しい話になってしまいましたけどもね、し
しかしこの吉田拓郎コンサートツアー80年に王様たちのピクニック、すごいですな。衣装提供レノマ、見たかレノマ、一緒にもっといっぱいくれよいいですか。さて、多少ですね、いろんな、来週からもハガキくれても知らんからね、俺全部何にもいい、もう言いっぱなしっていう感じですからね、来週から全部知りません。ハガキ券も全然受け付けませんし、僕から本当に送り手褒めてね、言うだけ言っておしまいにしよう、女の子の話もしようと思うんですが、まあ大体ね、世の中の人間がですね、異性を求めないわけがないと、もちろん同性を求める人もいっぱいいるわけですが、まあ、そっちのはちょっととりあえず僕はご勘弁ですから。で、男にしろ女が嫌いなわけはない、な池田不二雄なんだ急に個人的で、女の子だって男は嫌いなわけはない、とりあえずはね、とりあえずはそう思うじゃん。で、まあ大半がですよ。で、まあ中にはね、嫌いという人もおりますが、まあ僕なんかですね、どっちかってやっぱり自分が思ってる通りに生きたいと、生きてみたいんですよね。だからどうせ一回しかない人生なんだかと思ったりするとね、やっぱりできるだけ自分がこう思った通りに生きてみたい。で、それは誰もがそう思ってるんだろうけども、特別まあ僕はですね、自分により忠実に生きたいというか、そんなかっこいいもんじゃありませんが、もちろんだから女遊びもしたい、飲みたい時に飲みたい、今もですね、おい3時から飲み行こうなんていろんなことを言ってるんですけどもね、浅野が僕も行きたいって言いながら、浅野さんだね、サトルリュウスケさんが待ってるからっていうね、サトちゃんが泣いちゃうよみたいなさ、リュウスケ泣く、アイムクライングみたいな感じでDon't go away だからさ、あれさ、彼の場合頭がさ、ね、行かないでだからさ、とりあえず最初は行っちゃまずいんだけどさ、そういうね、お酒も飲みたいし、やっぱ気分的にはですね、それこそ麻薬もやってみていくと、本当にね、極端な話すると思ったりしますよね。それはまあ、法律で許されんとかですね、いろんな規制があるから、そこでまあ、人間たる、なんていうんですかね、一つのなんか本能的なもんで、まあ、理性を聞かせるということがあるわけですから、まあ、その理性のギリギリのところまで僕は行きたいというふうに思うわけです。で、まあ、自分が思ったより、とりあえず生きてみたいなと思うんですが、まあ、その中に当然ですね、女性っていうのも、僕の場合、おのずから、今日はおのずからでいいって言うんだよ、おのずから。ちなみに今日はおのずから、ね、おのずから上手の、なんかもういいや、余計なこと言うとすると決まらんから、やめとこう。とにかくですね、女の子が好きなんですね。女の人、女の方、みんな好き、女性が好きなんですが、やっぱりどういう女の子が好きかっていうですね、ことをいろいろ考えた、まあ、結論はとにかくみんな好きなんですが、明るい女の子は好きですね。明るいものすごくケラケラした、なんていうの、もうケランケランのね、カランカランの、何ともヘハハーって笑ってるね、ディスコにいる子は暗い、あいつら暗いんだな、どっちかっていうと、なんていうんだろうな、お酒飲んでる時に明るいやつもいますかね、明るい子は好きですね。しかし、そう言いながら、その反面ね、暗い子もすごい好きなんですよ。目のね、暗いね、なんか、じめっとしたね、お酒飲んでても、なんか、どう、お前、もっと飲むかって言ったら、もういいっていう、こういうね、今にも死にそうなね、もういいっていう暗い感じのね、じゃあ帰るかって言われたら、どうしていいか分かんない、こういうね、トーンにすごい弱いっていうね、まあ、明るいのも好きだし、暗いのも好きなんですけどもね、どっちかって言うと暗いのが好きかな、やっぱ、なんとなく、肩寄せ合って生きていくみたいなさ、感じでね、いいんじゃないですかね、暗いもん同士、暗いのいるね、たまにお酒飲んでもね。原宿なんかでもいますね。拓郎さんですかって言うから、そうですよって言って、ファンなんですファンじゃない幽霊だよこれじゃファンなんです、あ、本当、何したの、遊びに来たんです、ここでいいですか、いいよ、座ってお酒飲んでも飲んでも、なんか呪いをかけられてるの、の呪いっていうかですね、呪いとか、っていうだけで全然その先話し合ってない、なんだどうしたんだって、いいんですそれでもなんとなく俺は勃起してるとなんかわけのわからないそういうねこともありますが、そうかですね、明るい明るい感じでね、うわータクちゃんじゃないの、なーにみたいな感じでね、うわー僕タクちゃん言ってしまいますけど、アホか俺はもうすぐ36だぜ、いやーはーはー言われますね、体型ですね、体型。これですね、太めの女の子。これですね、太めの子ね、なんかプリンプリンでね、タヨンタヨンっていうのはちょっとね、タヨンタヨンってあるじゃない、なんか、こう、ポッとされた、ほやってこう、ほわって肉が落ちそうな、お尻が、お落ちそうっていうのはさ、そういうのは困りますが、
あの体温のぷよんぷよんとかぷわんぷわん、わかるかな、ぷわんぷわんのお尻ね、この響きぷわんぷわんで生きてくる、みんなぷわんぷわんのこういうのも好きなんです。かといって細いガリンゴリンも好きなんですよね。これ栄養ですか。え、陣山君どうですかね。え、お宅奥さんと何回あ、そっか、年に1回だそうですがとにかくですね、陣山君とかぷわんぷわんですか、プチンプチン、あ、そうですか。スネアンなんかあそこはなんか体温体温でしょ。スネアン、スネアンも性的に不能でしょ。本当いろんなことでいかない子供ですからね、あの人は言ってますが、なんかやっぱガリンゴリンもいいですね。なんか骨が当たりそうでね、なんか抱きしめると折れそうっていう、これもいいですね。なかなかね、まあ、両方好きということですが、さて、背丈、背はですね、あんまり高くない子がいいですね。僕和田明子さんみたいな大きい人ってのはどちらかってやっぱなんかこう何かいけない子供になりそうだっていうかね。でもこう頼りがいあるなんか甘えられるっていう感じはあるかもしれない。やっぱりね、いっぱいこうあんまり大きい人はいかんですね。しかし総括ってやっぱり背は高くてすらりとしてると弱いというなんだかわかりませんけど言ってることが、え、背が高いのはいかんって言いながらすらりとしてるのに弱いっていうですね、同じじゃないの。え、やっぱまあ両方好きだということでよろしくお願いしたいんですが、それからですね、結局ね、例えばカラスマセスコっていう体型があるでしょ。あの体型僕苦手ですね。なんか負けすこっていうね、なんかね恥かきそうっていう気しないですね。え、恥かきそうっていう、なんとなくわかる、これやっぱ30過ぎなきゃわかんねえよ。カラスマセスコともしそういうなんかシーンになった時になんか恥をかきそうっていう気が俺するんだよ、なんとなく。なあ、ダメなんだよ、もうちょっと中途半端になってほしいんだよね。あそこまでうっていくからなんか恥かいちゃいそうっていう感じがあるんですけどね。だからやっぱりミスユニバースなんか出てくるとちょっとね、なんか恥かきそうって感じありますが、それなんか日本的な体型に非常に弱いっていう感じなんですが、髪の毛の長い子、もう、まあ、風が吹いてくるとフワンとなる子いいですね。サーファーカット、これもいいですね。かといってショートカットに弱いって、なんかとにかくわけのわからん結局好きなんですが、この辺の刈り上げゾリゾリUFO の辻加代子、大山雅子の異常な世界っていうぐらいなもんでね、相手の首を抱いてねキスするときにこの刈り上げをゾリッというこの感触がもうたまりませんですが、ですからショートカットもいいですね。この長い子もいい、なんていうんですかね、なんかすべからく女性やっぱいいなと思って今本当にね気持ちが、いい気持ちなんですが、それから頭の回転のいい子ね、頭の切れる子、これいいですね。スーツやカーっていう感じね、カーツームっていう映画ありましたね昔、全然関係ないこと言ってカーツーム思い出しましたが、ツーってやカー、カーってやツーね、うんってやこっていう、そういう感じの女の子っていうのね、なんとなくいいんじゃないですかね、そういう子好きですね。総括ってものすごくなんかこうアホみたいなね、ボケーとした女の子いるでしょ、たまに回転のもろないやつ、無回転な女っていう無回転な女、回転っていう魚雷がありましたが全然関係ないですけどね、無回転な女の子ね、何言ってもえっていうね反応のものすごいです。だからよ、あれはこうなってこれこうだろうとかったらはっていうね、このアホげな女、これにも弱いっていう、というわけでまあいろんな女の子全部好きだっていう、これはお病気でしょうか全然えしかし男は女を好きだろうが、この間ね、ラジオに出てくれた女の子たちとですね、話した時にですね、一番病気の宮田照子っていうのですね、俺は病気かなって言ったら、拓郎さんの病気だったらいいけど、パンダさんの病気は困ると言ってますけどね、まあ、ピュンピュンマンですかね、パンダの場合、ピュンピュンマンですから困りますけどね、僕のやっぱ清らかな不潔さという、意味がないな、おい、清らかな不潔さってなんだよ、不潔な清潔さって言って、全然分かる、まあ、みんな好きです、世の中のすべての女性を愛します、ウーマン。今ここに資料としてね、深夜放送ファンという本が昔あったんです。自由国民社から出てましてですね、1972年、71年、72年、73年のがあるんですが、72年のね、本誌愛読者 DJ ファン投票ベスト30を見ますと、落合恵子が1位ですね。で、2位が僕なんですが、3位が野沢那智、土井勝、相川欽也と続きまして、わーっといくんですが、日本放送系では、高島秀武11位、今井哲夫12位なんですが、亀渕明信の名前がない、ありました、28位堂々ランク亀渕部長も28位だった、当時111票しか入っていないという時代があったというですね、悲惨な、それからそれが73年になりますと、亀ちゃんどの辺まで行ったかなと
いろんなこと言いますと、上口明信、29位、ワンランクダウン。その前に桂三枝がありまして、なんとでも上ちゃんは30位に萩本欽一さんがいますから、萩本欽一さんよりは人気があった。すが偉いっていう感じがしますが、CM に行きましょうか。さて、これはですね、僕の性格であります。僕の生まれついての性格というやつでありますから、これは誰にも止められません。で、こういう性格に生まれたことをですね、自分では良かったのか悪かったのか、それは分かりませんが、まあ自分で良しとしなきゃいかんですから、この際ね。で、これを OK とするしかないですから、この性格をいかん、NG としますと、生きていく方法論が見つからないわけですから、とりあえずこの性格でいくんだと。人間の性格はそんなに1日2日で変わるもんじゃないし、まして変えようという努力もしたこともないしですね、まあ1にありましたが、1回か2回ありましたが、でもやっぱ変わりませんし、この性格でもう行くしかないんだというふうに、まあ、決めてしまいます。とりあえずで、この性格なんですが、これまでもですね、まあ何度かこういうなんていうんですか、ある種 この山場というか山のようなもんですね、結構まあ体験してきて、でその都度ね、いろんなまあ友人とか周囲から、もうその山を体験したんだからもうやめとけと、何も今更そんなことすることはないじゃないかととかですね、バカじゃないかと、もったいないじゃないかよとかいうね、例えば極端に言います、そういうなんか話を友人がしてくるというようなことがまああるわけですが、あったりしたわけですが、でもまあそういうことのたんびに僕の方は、ああこいつというかこの人は確実に僕のことはまあ理解できないタイプの人なんだなと。で、しかしまあこの人のその人生観というのも一つの人生、人生というのも人生だし、しかしまあ俺の方のもやっぱりこれも人生なんだろうというふうに思って今日まで来てるわけですが、結局自分がね、何かをこうまあ少し成し遂げるって言うと結構オーバーをちょっと大げさですが、大行すぎますが、まあそんな大げさなもんじゃなくて、まあ自分が何かやったなと、やったねっていうね、やったねっていうのが入ってますが、本当にそのやったねっていう感じがあって、その瞬間に大体そのことに対しての興味がなくなるんですね、僕の性格というのは。熱しやすく冷めやすいというね、これは一つの欠点でもあるわけですが、まあ、この欠点治らんなと思ってるわけでして、で、やったなと思うとそのことに非常に興味がなくなる、すぐ冷めてしまうという性格なんですね。長続きしないという性格、熱しやすく冷めやすいんですが、まあ、欠点って欠点ですが、まあ、例えばレコードなんかで、なんかヒットを飛ばすとかですね、ヒットが出るとあもういいやとかですね、なんかそんなことになんか興味がもうなくなるし、それから大コンサートを成功させたりしたら、あやった、もうそのことになんか興味なくなって、ああなんか面白くないなと思い始めたりとかですね、まあ例えばフォーライフレコードを作ったりでも、社会的になんかわっというようなことをやって、それがなんかこううまくいき始めると、あもう興味ないっていう、そういうね性格ですか、これもうなんかをこうやり遂げたっていうか成し遂げたなっていう気分に自分がなった瞬間にそのことになんか冷めてしまうっていう性格なんですが、まあそのたんびに、なんでじゃあここまでずっとこうやって、なんていう生きながらえるっていうかね、のほんとまあいるかっていうと、その都度どちらかっていうと、なんていうんですかね、こう自分のその生活の糧として、糧っていうかその生きていく糧としてね、そのたんびにね、何を言ってんだこの小尺なとかですね、これぐらいのことやってくれて何を偉そうにするんだバカ野郎っていうような感じで、常にそういう気分を自分にね、自分の中にある自分のマインドっていうか自分の心にね、いつも向けるわけです。それで自分に対して大喧嘩を売るというね、作業と言いますか、自分に対して必ず大喧嘩を売るんです。それはその喧嘩、自分に対して売る喧嘩っていうのはね、ちょっとこれはまあ本当に人にはわからないことなんですが、非常に壮烈な大喧嘩なんです。ものすごく吉田拓郎っていう人間が、吉田拓郎っていう人間の中に住んでるその心とですね、大喧嘩をするわけです。これはね、相当壮烈な大喧嘩で、そういう時は大体結構落ち込んで相当なところまで行ってしまってですね、まあ崖っぷちを落ちるなっていうところまで行くことがあるんだけど、まあそういう喧嘩をすることによって、大喧嘩することによって、それは第三者じゃなくて自分との大喧嘩によって、とにかく自分を支えてくるっていう、そういうね生活を送って
ってるなと思うわけです。東京出てきては特にこの十何年間は。で今冷静に考えるとですね、僕の周囲というか僕をこう取り囲んでる環境っていうのがやっぱり次第にね、やっぱり必然的にそうならざるを得ませんが、なんとなく自分の思い通りになりそうな気がする瞬間が多いわけです。だから僕がね、おいこうしたいと言うとなんかみんながそうさせてくれそうな気がするという、そういう状況がありそうな気がして、でまあ正直言うとここ 2,3 年はですね、楽しいなと思ったことっていうのはあんまりはっきり言ってない。自分ではいや楽しくてしょうがないと思ったことはあんまりないわけです。もちろん去年の夏のコンサートなんか終わった、コンサート終わった後はね、やったなっていう感じありましたが、で楽しかったなっていう感じあります。そういうことはまあありますが、まあ大雑把に言うとなんか楽しくないと、なんか楽しいなと思うことはないんです。なんとなく自分の思い通りになりすぎるというか、そういう傾向が強すぎるから。で僕っていう性格の人間はどちらかというと、いくつになってもだいたいいつも何っていう感じでね、こうそういう感じでこう持ちながら、ほんで僕よくか絶対にでかいやつとか僕がでかい相手とかですね、でかいなんか何か対象に対して挑んでる時が一番ほらきっと楽しいんだろうと自分で思うんです。一番自分が生き生きしてるっていうか楽しい時っていうのは、必ずやっぱ自分よくか大きいテーマとこうにぶち当たってる、挑戦してる時、なんかトライしてる時はきっとやっぱり俺一番楽しい瞬間を送ってるんじゃないかというふうに思うわけで、そういう意味じゃやっぱこの 2,3 年はあんま面白くないという人生の一コマ一コマを送ってるなっていうような気がするんですが、ハガキもたくさん来てましてですね、あちこちとかインタビューなんかでちょこちょこ酔った勢いで言ったりしてますから、みんな知ってますが、僕は今フォーライフレコードの代表取締役社長と、一時は代表取締役社長と取締りして帰っていましたけどもね、なかなか家庭的な会社だったんですが、今本当にフォーライフレコードはですね、僕は思うに一本立ちしていると、一人歩きしていると、何も 俺がねごたごた言うような会社じゃないで、むしろなんかこう歓迎すべき形として非常に素晴らしい会社になっているなという気がする。これはもうお世辞でも何でもなくてね、拍手を送りたいってぐらい立派な素晴らしい会社だと思いますんで、若い人が本当に一生懸命やってるっていう意味でも、いろんな人からね、会社行きませんが、後藤副社長とかですね、沖山専務っていう若いスタッフがですね、週に1回か2回必ず電話を入れてくれて、こうなってる、これはこうなってるっていう状況を報告してくれます。そのたんびに、あ、素晴らしいね、あ、すごいねっていうふうに思います。やっぱりその先フォーライフっていうのはやっぱりですね、もう4人が作ったレコード会社っていうイメージじゃなくて、もうメジャーの本当の大メジャーな一流のですね、普通の会社なんだと、メジャーな大会社なんだっていう、その大会社としてもやっぱり一人歩きをしてるんだっていうね気がして、アーティストが作ったフォーライフっていうこととはもう無関係に動いていっていいという僕は結論を持ってるんですが、それでまあ僕は今とりあえず立場は代表取締役社長と、で筆頭株主というですね、わけで、株は俺が一番持ってるんだろうな急に分かんなくなったりしてさ、持ってなかったりしてさ、気がついたら後藤が一番多かった、ショックだったりして、でまた俺やめんとかいろんなこと言い始めたりしてありますけどもね、一番筆頭株主なわけで、そういう意味でね、いろんな意味でその生活とかですね、いろんな意味でのね、人間的にね、何の不満もないわけです。そういう意味ではね、でもっと言いますと30そこそこで一会社のね、代表取締役社長というか代表になり得る人っていうのはね、世の中のそう何パーセントの人ですかね。そんなになれませんよ、やっぱり社長なんかにね、なろうたってなれるもんじゃありませんが、社長っていうのは自分で会社をやってる個人経営の会社だったらね、それは別ですが、いろんな人が集まってる会社のね、一企業体の社長になるのに、ね、30そこそこでなれるって、そんなねラッキーなことはないと思います。そういう意味じゃ本当にね、僕はラッキーだと、そうもう本当に思いますね。30そこそこで代表取締役社長と、社長室があって椅子があってですね、お茶が来ると、そういう生活を送れたんですから、体験できたんですから、非常にラッキーだなと思ってします。それはでも実力でやったかなっていうところには若干の疑問も残りますが、まあでも普通に考えればこんなに気分のいいものはないと、いう考え方もあると思うんですね。でそういう考え方も間違っていないと思うんですよ。なんていうの、これでいいじゃないっていうね、こういう人生は間違っていないんです。ただまあそれを僕が全うできるかどうかっていうのはちょっとまだ疑問がややあるわけで、まあ何人かのファンの人がですね、拓郎はフォアライフの社長でいた方が格好もいいと、格
かっこいいによ、その方が格好もいいんだよとかですね、から、まあ、何人かの業界の人がですね、業界の人が、まあ、最近よく電話してきますが、非常にいい感じだと、拓郎は会社のことは何もしない、しかしフォーライフは非常に良くなってるっていう、もうバンバンレコード売れておりますが、非常に素晴らしい、この形いいねっていうふうに言ってきますけれども、まあそういうふうに考えるのも一つの人生なわけですが、唇を噛みしめたじゃありませんが、行くんもとどまるんもそれぞれの道なんよと、だから行ってしまうのもここにとどまるのも、それぞれの道じゃないかと、思います。それで、やっぱりね、そういうことを、それがいいとか悪いとか、その裁くも裁かんも、やっぱりこういうのはやっぱ空に任せようじゃないかと、空に任せましょうっていう、そうしたいという気持ちが今強いわけですが、これからですね、僕がどういうふうな道を選ぶかっていうのはまだ何もはっきりしていない、全然していないで、後藤と話しても何もはっきりしないし、しかし何がかっこいいかとか、何がかっこ悪いかとか、それからそういうようなことっていうのはですね、他人に教えてもらうんじゃなくて、僕は自分でですね決めたいんですね。何がかっこいいとか、何がかっこ悪いとか、何がこうだっていうのはやっぱり自分で決めたい、人から教わるんじゃなくて、これだけは特にかっこいいとかかっこ悪いっていうのはやっぱり自分で決めたいと僕は思うんです。で、例えば僕が例えばフォーライフの社長を降りるとかですね、あるいはもっと大きな話と、これからは、レコードをねフォーライフから出さんというようなことになるかもしれない。しかしそれも全然わからん、どうなるかわからん、しかしそんなことはどうでもいい、今何を考えてる、とにかく自由になりたいと、今とにかくこの2、3年面白くなかったし、で肩がやっぱ重かったから、もうちょっと自由になりたいと、で、たまたまこのオールナイトニッポンというのはやっぱり毎週1回ここへ来るっていう一つのは、これはね楽しみでも ありましたが、やっぱり毎週来るっていう一つのパターン化、確実化された生活が結構やっぱりこれはこれでね、しんどいことかもしれないし、そういうなんか決められた道路を歩くんじゃなくて、決められてないところを歩きたいという気持ちが非常に強くなってきて、最近はだからオールナイトも降りるし、そういうなんか決まった仕事がなくなるんで、まあコンサートツアーはありますが、それ以外は何もなくなるんで、より自由な自分の環境を作りたいという気持ちが今強くて、これからの先のことは何にも決めていませんが、それはまたいろんな人と相談しながら決めるわけですが、そういう自分のやるこれからの道がですね、例えば流星で、例えば僕が間違っていてもっていう歌があるわけですが、そういう感じでね、例えば僕が間違っておってもですね、自分にまあ忠実に生きたということで、それで満足だっていうなんか人生を送りたいと。で、僕はやっぱり僕さっき言った僕の中にいる僕との大喧嘩っていうのをしている限りは多分大丈夫だと自分で思ってるわけです。で、もっと思うのはやっぱり一箇所にノーノーとね、とどまることっていうのだけは絶対したくないというのが、やっぱりこれはもう俺の人生観というか、人生観というか、性格ですな。一箇所になんかノーノーとじっとしてられないという、喫茶店にやっぱ5分入れませんからね、コーヒー飲めないってもきついですが、やっぱりオレンジジュース一杯でやっぱり10分いられないっていうね、ケツが痛くなるっていう感じがありまして、一箇所にね、のほーんととどまるっていうことは、やっぱ僕はやっぱ多分ずっとしないだろうというふうに思うわけです。で、もう一個あるのは、僕の考えてることとかですね、それから僕の内面的ないろんな、なんていうのか、状況がね、例えば、ファンの人たちにですね、とかですね、スタッフの連中にね、こう、見え始めると、ね、拓郎は今何考えてるとか、そういうのがファンとか、スタッフの連中に見え始めてくると、それはね、僕としては非常にやばいんです。何がやばいって、かっこよくある意味じゃなくて、かっこつけるんじゃなくてですね、何がいけないかって、やっぱ結局その、見え始めてくるってことは、そこに俺がずっといるから見えるんだっていうね、こういう考え方ができるでしょ。俺がずっとそこにいるから、みんなが俺を見てると、やっぱり、あいつは何考えてるって分かってくる。俺がそこにずっといなきゃね、ふら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 してるやつね、きっと誰も俺が何考えてるか全然分からんと。何も分からん状況が僕はいい、僕のことは僕しか分からんっていう、その状態の方が自分にとってはベストなんだっていうふうに、勝手なね、本当に勝手な考え方をしてるわけですが、10年ぐらい前からずっと言っておりましたが、誰の世話にもなっとらん。で、もちろんいっぱいいろんな人の世話になってるっていうことは分かっていながら言うんですよ、分かっていながら言うんですが、誰の世話にもなっとらんと絶対に。それから、ファンだからって偉そうな顔するんじゃねえバカ野郎っていうね、気分が、もちろんファンだからって偉そうな顔するなって言いながら、いや、ファンってのはありがたいもんだっていう気持ちを持ってるんですよ、持ってるんですが、だからって偉そうな顔するんじゃねえっていう気持ちをですね、そういうなんか論理というか、その理屈をつけながら行くのが多分、
一番吉田拓郎らしいんじゃないかと思ったりして、いろんな話をしましたが、とにかく僕はちょいとお酒にごめんだと、ちょいとお酒にごめんしますよっていう感じで、この指とまれ、この指とまれ、この指とまれ。今後のコンサート予定ですが、まずリハーサルが4月の26日から始まりました。東京のバックページでリハーサルをやって、5月の5日から妻越行ってリハーサルをやって、5月の10日から12日まで浦安市文化会館でステージリハ、全部ですね、照明からなんか全部同じ感じでやるというのをやりますが、チケットは東京以外の地区は3月28日に発売になっておるそうです。東京分は5月の1日発売予定だったんですが、5月の18日に八王子市民会館から始まって、19日が神奈川県民ホール、5月25日が宇都宮市文化会館、26日が前橋群馬県民会館、31日が広島郵便貯金会館、6月1日が倉敷市民会館、6月7日石川厚生年金会館、6月8日が新潟県民会館、14日が大阪フェスティバルホール、15日が大阪フェスティバルホール2日、16日名古屋市民会館、21日福岡サンプレス、22日、熊本市民会館、26日高知県民文化ホール、27日松山市民会館、7月6日名古屋市民会館、また名古屋戻るんですね、名古屋市民会館、7日が静岡市文化会館、7月12日が北海道厚生年金会館、13日がまた北海道厚生年金会館、18日が岩手県民会館、20日が秋田県民会館で、7月27日が日本武道館で、武道館もここで何年目だな、毎年4年目かな、何回目かな、毎年やってますが、秋はですね、なんとね、このバイワーコンサートがやるという、まあどうなったんだろうね楽になったのかね、そういうね、予定でおりますが、それから来年ね、いよいよオリンピック男の僕としては4年に1回のイベント、妻越から始まって篠島が4年目、篠島から始まって4年目は来年です。来年はイベントをやらなきゃいかんのかなと、いかんのかなっていう感じにいかんです、そこに決めちゃいかんですが、まあでもやってもいいよって気持ちがありますから、今場所を探しておりまして、佐渡島だとかですね、名古屋のゴルフ場とかいろんなところ探しておりますが、まあこれからおいおい決まっていくでしょう、来年きっとやるでしょう。から前にも言いましたが、これでなんかコンタクトが取れなくなるというんで、どの子のハガキもたくさん来てましたが、オフィス UFO に電話しなさい。で、ファンクラブみたいなものは作る気はありませんが、昔ね、上智大学の連中がね、フューチャーズサービスというところを作ってまして、それはマンションの一室だったんだ、だから今オフィス UFO と同じなんですが、そこにね、通りがかりにフラッと寄ったやつがいろんな情報を持ち寄ってですね、いろんな話をしているうちに、なんかレコードができたとかですね、そういうね、なんかそういうバイタリティに溢れたなんかエネルギッシュな、そういうなんか感じのね、なんか何でもない無から何かが できるみたいな感じにね、オフィス UFO になってきゃいいなと思って、いろんな情報があったらオフィス UFO に行ってですね、食べりに来なさい、あそこは。そういう意味でね、使っていいですから、別に辻佳代子は怖くてもですね、大丈夫ですか。歯茎を磨いて待ってるでしょうか。借り上げで、どんどん利用しなさい、ファンの人遊びに行きなさい、それから、あとさっき言いました、そうです、新曲でこれほやほや書きますが、まずですね、こういう設定をします。設定をね、歌の設定なんですが、A 君と B 君ですね、2人いましてですね、 A 君と B 君は大学の同級生だったんですね、高校大学と同級だったんです、ずっと中学も学校同級で仲良かったんです。でところが大学を卒業して、まあ大学でもどこでもいいんですが、高校でも何でもいいんですが、学歴こだわりませんが卒業して学校で、2人とも、違う道を歩くことになりますね。 A 君の方は結婚して、おりますが、子供はできません。で子供は いないんです。で会社勤めというなんか、やっぱり本当になんかこうワンパターン化された生活の繰り返しにですね、非常にうんざりしてるんです。 A 君はでうんざりしながらもやっぱりしょうがねえから、まあ、やさらしわに吸い込まれてですね、行くという生活を毎日送ってると。でまあ仕事が終わって6時頃に、まあ、すぐ帰っても仕方ねえなと。で奥さんとも共働きなんで、かみさんまだ帰ってないかもしれないんで、毎日のようにですね、帰りにやっぱり、行きつけの店へ行って、ビールをですね1杯か2杯で帰るというそういうなんか習慣、そういう毎日送ってる。で B 君の方はですね、 B 君も、同じように、結婚してまして、子供がいます。こっちは B 君の方は学生時代にですね、山を越えなく愛してて、いつもですね山岳部におりまして山を愛してたんです。
で、かねてからですね、本当に夢だったんですが、マッターホルンに登ってみたいという夢がビー君にあったんです。その夢はですね、未だにまだ、学校を卒業して就職して社会に出てから何年も経って子供もできたんですが、未だにまだ実現していないと。その実現しない理由の一つにですね、やっぱ家庭というものがあって、子供もいるし、奥さんもいるし、ですから庭付き一戸建てのですね、マイホームが欲しかった。だから、もう清水の舞台から飛び降りるつもりで一戸建ての家を買った。ところがそのローンに追われる毎日を送っていると。で、しかしやっぱりその山に登りたいという夢だけね、夢は捨てきれないんで、タバコをやめて体を鍛えるとかですね、それからジョギングを今流行ってね、ジョギングしたりして、体だけはね、いつそのチャンスがあるかも知らんから、体だけは鍛えておこうというんですね、一生懸命この体をトレーニングしているっていう、まあ毎日を送っている。しかし両方ともやっぱりサラリーマンとで、毎日やっぱりその確率化された生活を余儀なくされているその二人がですね、何年か後にクラス会かなんかでですね、偶然会って、それで、積もる話がたくさんあるんで、 A 君の方が B 君に、要はちょっと帰りにね、 B 君よ、ちょっとどっか寄ってなんか一杯飲んでね、積もる話しないかって言ったら、 B 君がね、 B 君の方は、いや俺酒もやめてるしね、悪いけど A 君、俺先帰るわって、ごめんね、今日まっすぐ帰るわって帰ってしまうという、そういうね、歌を作ったんです。で、これがおそらく、さっきの唇を噛みしめてを作って、で、多少自分の肩の荷が下りたなと思ったところで、作詞した詩でして、自分で作ってですね、いろんな人に聞いてもらったんですが、泣けると、泣けるなと思います。非常になんか泣けるなと自分で思ってます。で、これが売れるとか売れないとか、売れないとか、その営業は分かりません、知りませんが、いい歌だなと自分で思ってます。自信作なんですが、旧友再会という歌なんですが、この曲とこの唇を噛みしめてがですね、できたことに非常に僕は意味があると思ってるわけで、唇を噛みしめてつのよく分析すると、単にさっき言ったようにね、単にその映画の主題歌じゃなくて、ね、分かるでしょ、なんとなくそういう感じなんだという歌を作って、で、まあね、結論として別れみたいな歌になったわけですが、その歌を作った直後に、旧友再会フォーエバーヤングという歌なんですが、この歌ができた、この一連の流れがですね、僕にとっては非常になんか意味があると自分で思ってまして、今後のね、自分にとってもそれなりになんか自分が見えてきて、この2曲は自分のやっぱりやってきた何年の歴史の中でも、おそらくこれからも歌っていきますが、その歴史の中でもやっぱ一つの大きな転機といいますか、山だなと思ってまして、いい曲できたなと思ってますが、作詞作曲アレンジも全部自分でやりましたが、旧友再会フォーエバーヤング、山本山田です。久しぶりに会えたのだから、積もる話も山ほどあるけど、なんだか胸が締め付けられて、山田さんとにかく元気で何よりです。結婚してから10年になり、子供に追われる暮らしの中で、男の夢だけ捨てきれません。山本さん、マッターホルンがまだなのです。灰色の窓
んなとこで立ち話もなんですから、どっか寄って昔の話でもしていきませんか。いや、山本さんには悪いんですけど、今日はまっすぐ帰ります。気が向いたらまたの時に声でもかけてみてください。産婦人科の奥さんがですね、差し入れをしてくれましてですね、先生は今お産の最中だっていう、大変ですけどもね、なかなかファンが殺到してるそうでね、大変らしいです。個人的なお付き合いしたいなんか先生言っておりましたが、さて深夜放送もですね、10年ぐらいやってきましたが、やっぱりいろいろ変わってきたんだろうなと思って、この深夜放送ファンというのを読んでみたら、そうでもないかなっていう感じがしますが、まあ番組の作り方とか姿勢なんかもですね、10年ぐらい前とは多少は違うんだろうなと思いますが、10年ぐらい前というのは一体深夜放送というのは 何だったかと言いますと、この、なんていうんですかね、こういうことをやることがね、何がどうなるのか、こういうことをやることによって何がどうなるかとかですね、何もかもがとにかくこう、なんていうんですかね、ゼロからの出発だから目標らしいものがないから、一つ一つの番組がですね、二重習い的なものがあんまりなくてですね、それぞれの番組がなんか、それぞれに結構なんか個性的だってたんじゃないかなっていう、それは反論があるかもしれませんが、気がするんです。で、今というのはどうも その後のですね、結果をね、予測っていうかね、結果のことを予測することになんかこうが先行してしまってね、こうすればああなるか、ああなるだからこうしようじゃねえかみたいな番組作りが、そういう計算がね、目につくなっていう嫌いは多少するんです。あちこち、ゲストで出てみてもですね、聞いていてもそんな気がするんですが、そうするとまあその喋ってるパーソナリティとか、人たちもですね、その路線の中で何かを話していくっていう、対極的にはね、そういうになりますから、一つの形の中で何か何かをやっていくっていう動きしかないと。ただ動きの範囲が結構なんか狭まれるっていう感じは、もちろんそういう人ばっかりじゃありませんが、なんか大半がそんな感じはするんですが、でまあ聴取率とかいうですね、なんか塀みたいなもんが、はっきり言ったら塀みたいなもんと思いますが、なんで塀みたいなものかというと、その調子率みたいなものですね、その計算ですね、計算の数字の出し方なんか結構根拠がですね、非常にあやふやでね、こういうものに全てが振り回されて本当にいいのかっていう気は本当にするんですが、結構振り回されております、現実は。でそこで勝っただ負けただってですね、一喜一憂する大人の様、これはまさに何なんていうんですかね、コンピューター地獄っていうか、まあ本当にね、大の大人がなんでそんなことで振り回されると、ましてや根拠ないということをね、自分で知っていながら現場の人もですね、結構やっぱり一喜一憂するっていう、いや勝った勝った、日本放送に勝った、いや文化放送に勝った、 TBS に勝ったとかですね、そういうことが結構ありまして、宴会ですぐ開きますが、なんかそういう時代です。でいずれにしても人間が作る血の通ったものがですね、世の中からどんどんなくなっていきまして、車にしても時計にしても何もかもロボットが作ると、機械文明ですから、でそうなると、いよいよ人間の存在していく意味がですね、だんだん希薄になっていって、そのことが、そういうことというのは結構このマスコミの世界の中にもありまして、例えばどこへダイヤルをこう回してみてもね、結局大きく言うとですね、どこだってあんまり変わりはねえんじゃないかという気がするんです。で個性的であればあるほど、だんだん削除されていくだろうと、この世の中は思うんです。生き方もそうです。人間というのは大体は体制に、大体個性的である人は削除されます、体制から。でだけどほら、思うじゃないですか、やっぱ人間だから機械なんか負けたらたまるかと、ね、なんで人間が機械にこう支配されるんだっていうね、なんかそういうなんか熱い気分みたいなものを、少数ではあってもですね、少数派ではあっても、これからのいろんな人がですね、やっぱり少数派で弱いかもしれない、少数派っていうのは非常に力的には弱いもんですが、やっぱりでもね、逆に少数派だからこそ、逆に個性的で、そこから魅力的だと思わなきゃいかんし、で少数派には少数派の責任っていうのがね、あるんじゃないかと思うんですね、ラジオショーにしろ、テレビショーに何にしろね。で少数派っていうのは削除されがちですが、
そこをね踏みとどまって、より魅力的な番組作りとか個性的な番組作りとか、それであのなんか責任のあるものづくりというのをですね、少数派だからこそできるあのやらなきゃいかん責任というのをですね果たさないかいかんのじゃないかなと思って浅野さんに期待するんですが、ボブ・ディランのスーナー終わり、いよいよ終わりになりましたが、本当にですね長い間お騒がせしました、本当にお騒がせしましたというのが本当に当たってますが、まあ、あの送り手本位と言いながらですね吉田拓郎のオールナイト日本でした。いろんなことがありましたが、そういうのも全部ですね、まあ長いか短いか知りませんが、人生の中のほんの一コマでありますから、そういうなんかほんの一コマ一コマが結局この積もり重なってね、でまあ大げさに言うと人生みたいなものが形成されるわけですから、その一コマ一コマにもですねやっぱりいつもなんかあった熱い視線とかですね熱い思いをやっぱり込めていたいもんだというふうに思います。でそうは言ってもね、やっぱりなかなかね、あの人間ですから時にやっぱ気持ちを抜いたりね手抜いたりします。僕もですね、それからあのラジオ聞いてるみんなもですね、それからもう誰もですが、まだまだあの生きている限りはですね、あの やんなきゃいけないっていうことがたくさんあるわけですから、あのそれでまたあのそういうことをやっぱりやらなきゃいかんわけですから、あのできるだけね、その一回一回のその一コマ一コマの度にですね、あの熱くなれるようにね、からあのだから心とか胸をですねいつもなのときめかしていたいと思ったりします。やっぱりね考えてみると何て言うんですか、僕らがしっかりやっぱりやらんとね、あの何て言うんですかね、誰に任せておきましょうかみたいな感じってあるでしょう。そういう感じでね、やっぱりいつもなんか胸をときめかしていたいと思います。また会おうぜ、アバイ。ギターを置けば最後の歌歌い終われば熱い気流に満ちたこの場所にも静けさが漂い、僕らを隔てるけれど、また会おうぜ、そうさ、また会おうぜ、また会おうぜ、あばよ。今ここにいる君らのすべて分かち合い燃えた時間と怒りと悲しみを抱いたこのひとときに通った叫びを決して忘れるものか、また会おうぜ、また会おうぜ、また会おうぜ、あばよ。流れていく。
東芝 UMI ブルボン BVD 富士坊 CBS ソニー森田楽器特化コーポレーションキャニオンレコード日本コロンビアフォーライフレコード盲導学園オスビー食品千代田学園の協賛で東京有楽町日本放送キーステーションに全国の民間放送29局を結んでお送りしました。浅野さん、大沢さん、それから、東京の高橋君、本当にお疲れ様でした。長いとありがとうございました。皆さんですね、人にどっかで会いましたですね、やっぱりね、僕らもですが含めて、元気ですかって言われて、やっぱり元気ですよっていうふうにやっぱり答えたい。そういう歌ありましたな、どっかで。盗作でしょうか、これは。